どうもこんにちは、ともきんです。それでは今日のボイパ講座行ってみましょう。今日のボイパ講座はこちら。はい、今日もですね、皆様からリクエストで寄せられた技の出し方、それからあとビートパターンとかをすべてまとめたサンプルビートで今日はお伝えしていきたいと思います。それではこちらの演奏をご覧ください。はい、今日このサンプルビートからお伝えしたいことは大きく分けて2点あります。まず一つ目がですね、リップベース、この部分と、二つ目がリムショット。リムショットがもうかすかな音しか出ませんっていうリクエストが多かったので、このリムショットの硬い音の出し方について紹介していきたいと思います。それからですね、毎回僕の講座を見てくださっている方わかるかと思うんですけど、サンプルビートを完コピすることがこの講座の目的ではないので、ポイントを毎回押さえていますよね。ポイントを絞ってそこに練習していくことに力を注いでください。で、もし余力がある方は完コピ、サンプルビートを完コピしてもらっても構いません。それでは早速説明していきましょう。まず一つ目がリップベースの音の出し方です。これはですね、上唇と下唇を使っています。上唇を前に出して下唇を少し引っ込める感じ、口で表したらこんな感じになりますよね。で、このままトゥトゥとそのまま言ってみてください。そうするとこんな音が出るかと思います。この時の口の状態は閉じています。閉じた状態でトゥトゥという風に発音すると、上唇と下唇が振動を起こすんですよ。で、その振動を使ってこのリップベースを出しているので、振動を起こさせてください。そうすればこんな音が出ます。続いては2点目のリムショットを固く出す方法です。これはですね、リクエストが多かったので今回答えさせていただきました。で、僕よりも硬いリムショット出す人とかってたくさんいると思うんですけど、でも今回僕がこのリムショット、最初はカスカスだったんですけど、固く今のようにできた方法について語っていきたいと思います。そもそもこのリムショットの音の出し方なんですけど、カって言いながら吸ってるじゃないですか。で、これを吐くと考えると、カって言いながら吐くときにカカカって弱く吐いてたらカスカスな音になりますよね。で、これをカカカって強く吐くんですよ。まあ、それと同じように考えてもらっても構いません。この吸うときにってこう弱く吸っているんですよ。なのでカスカスな音になってしまうんですよ。で、これを思いっきり喉の奥にもう思いっきり当てる感じでカッと強く吸ってください。そうするとという音が出ます。で、まあこれは結構最初練習してる時むせます。めっちゃむせるので、まあ気をつけて練習してください。では説明してきた2ポイント、これを軽くおさらいしていきたいと思います。まず1点目のリップベース、これはですね、上唇を前に出して下唇を少し引っ込める。で、この状態で口を閉じます。で、口を閉じた状態でトゥトゥと発音します。そうするとこんな音が出ます。で、2ポイント目のリムショットを固く出す方法、これについてはカッと強くこの吸います。喉の奥に思いっきり吸った空気を当てる感じ、これをイメージしてカッカッという音を出します。はい、今日のボイパ講座はいかがでしたでしょうか。こんな感じで皆様からのリクエストに答えています。 Facebook、YouTube、Twitter、どちらでも構いません。メッセージ、コメントをお待ちしております。それからですね、動画の最新情報をゲットしたい方はぜひともチャンネル登録をして動画の最新情報をゲットしよう。それではともきんでした。また次回も楽しみに。